日本戦でのドイツの恥ずかしい敗北、ビルと守備のミス、攻撃のアイデアなし、キッカー、日本に大惨敗、スカイスポーツ。動画、菅原幸成のクロスから伊藤淳也の鮮烈な先制ゴール。ドイツのメディアがドイツ代表の日本代表戦での敗戦を伝えた記事の見出しだ。カタールワールドカップ、W 杯の初戦で敗れた相手に、 ホームでのリベンジを目指して戦ったが、結果は1対4の惨敗に終わってしまった。そして、ハンジフリック監督は10日に解任された。日本の立場からすれば、かつての W 杯チャンピオンに対し、親善試合とはいえ W 杯の再現を目指して挑んだ。簡単な試合になるとは誰もが思っておらず、W 杯の時のように行くと信じ切れた人もどれだけいたか怪しいところだ。ただ、 蓋を開けてみれば前半に押し込まれながらも伊藤淳也のゴールで先制すると、ドイツに攻め込まれて1失点を喫するも、すぐに上田綺世のゴールで逆転。後半はシステムを変えて、5-4-1の形にすると、ボールポゼッションこそドイツに渡したが、決定機を作られることはほとんどなく、最終盤に浅野拓磨田中青と連続ゴールを決めて4-1で干渉を収めた。この結果は、 世界でも驚かれることに、危機は深刻化、イギリス、ガーディアン、ドイツに屈辱を与える、ポルトガル、レコルド、日本はフリックを崖から突き落とした、スペイン、アス、などと報じられた。日本が見せた9ヶ月の進化、日本代表は森安はじめ監督が W 敗後も継続して指揮。史上初となる続投を掴み取ると、3月の2試合では勝利できなかったものの、 6月の2試合で連勝。そしてドイツ戦を迎えた。W 杯を終2023年に入ってからの8ヶ月は、代表選手たちがそれぞれのクラブで大きく飛躍を遂げた。MF 三笘薫、ブライトンホーブ・アルビオン、MF 久保竹房、レアル・ソシエダは日本人として1シーズンのリーグ最多ゴールを記録するとともに、チームを牽引してブライトンは6位でヨーロッパリーグ、e l ソシエダは4位でチャンピオンズリーグ CL の出場権を獲得した。また FW ウエダー綾瀬フェイエノールトは W 杯で悔しい思いをするとセルクルブルージュでゴールを量産。22ゴールを記録して得点ランキング2位となり今季はフェイエノールトへステップアップ。FW 古橋強豪セルティックはリーグ得点王に輝き国内参観に大貢献した。 その他にも高いパフォーマンスを見せていた選手たちの中では、MF 鎌田大地がラツヨに、MF エンドを渡るがリバプール、FW 中村康介がスタッドランスと今夏の移籍市場でステップアップを果たす。また、移籍はなかったが多くの選手が様々なクラブからターゲットにされていた。新シーズンに入っても選手たちの輝きは止まらず、三苫は1ゴール3アシスト、久保は3ゴール1アシスト。 伊藤は1ゴール1アシストを記録。代表合流前の試合では、鎌田と上田が移籍後初ゴール。浅野は2ゴールの活躍など、校長を維持してチームに合流した。それぞれのクラブでの活躍が、そのままチームの勢いとなり、ドイツ代表撃破につながったことは言うまでもない。ここまで多くの選手がクラブで数字という結果を残して集まったことも、これまでではあまりないものだった。 積み上げたものの成果もう一つは森保監督が4年間積み上げ、それをさらにレベルアップさせているという点だ。これまでの日本代表は最長でも4年で監督が交代。W 杯が終われば、新たな選手の下でゼロからチームを作り、4年後の戦いを目指していた。しかし、今の日本代表は5年目。加えて、森保監督がその前から見ていた、東京オリンピック世代の選手も多く。 監督が求めるサッカーを長い期間プレーしている選手が多い。日本代表歴は浅くとも、今のメンバーには東京五輪組が多く、監督のサッカーを理解するという時間が省けている。そのため、ブラッシュアップ、レベルアップという、今までに日本ができなかったゾーンに入っているのだ。クラブではそれぞれが高いレベルのサッカーを経験し、チームメート、リーグ戦、 中にはヨーロッパの戦いで自身のプレーを磨き続けてきた。チームとしての進化、戦術の進化、そして選手の進化と三つが揃った結果がドイツ戦の解消劇と言えるだろう。甲から森、守るから収む森安監督が常に口にする良い守備から良い攻撃というものは日本はしっかりと体現していたがドイツは全くと言っていいほどできていなかった。 前半から日本は前からプレスをかけてドイツのビルドアップを抑えに行く。センターバックの二人でボールを回しつつ、サイドバックとボランチが絡んで前進しようとするが、効果的なビルドアップはほとんどできず、中盤にボールを入れては、遠藤と森田秀政スポルティング CP が寄せて封じることに。もう一つ前に入っても、板倉孝、ボルシア MG、冨安武博アーセナル、 の両センターバックが安定したパフォーマンスを見せた。ドイツの選手たちも、三戸間の突破や伊藤の仕掛けは警戒していたが、それを打ち破ったのは最終ラインの選手。1点目、2点目ともにゴールの起点となったのは富安の大きな展開となったパス。そして、どちらも右サイドバックの菅原幸成、AZ のクロスからゴールが生まれた。守備でしっかりと対応しつつ、 攻撃時には効果的なプレーを見せるという、まさに監督が求める形だったのではないだろうか。冨安の存在の大きさはゴールの起点となるパスだけでなく、カウンターで抜け出された時のシュートブロック、相手のパスカットなど攻守で感じさせられた。そして特筆すべきは久保の活躍だ。後半途中から出場するも、ボールを保持するドイツの前にほとんど良さは出せていなかった。 入ってから早い段階ではフィジカルコンタクトで負けてボールロストからカウンターを受けるが、自ら追い続けて完結させなかった。極めつけは3点目のシーン。相手の横パスが弱くなると、パスを受けたロビン5センスのもたつきを予測した久保が猛然とプレス。慌てた5センスからボールを奪うと、そのまま独走。最後は GK マルク・アンドレテアシュテーゲンとの1対1で冷静にパスを選択し、 浅野のゴールをアシストした。まさに森から収むという状況、ドイツの息の根を止めることとなった。心配なドイツの状況もちろん、上田が2回、浅野が1回とビッグチャンスを逃したという反省点もある。守備でも、相手が間で受けた時に中央に寄せすぎてしまい、失点につながったこともある。相手の精度が高ければ、違う結果になっていたこともあるだけに、 まだまだ突き詰めていきたいところだ。ただ、心配なのはドイツの状況。日本に敗れたことで親善試合3連敗。2023年の6試合でわずか1勝に終わっており、フリック監督へのプレッシャーがさらに高まることとなった。そして一夜明けての解任劇。2024年のユーロ開催国が決断し、12日のフランス代表戦は暫定体制で臨むこととなった。ドイツは、 サンバックを試すなどし、選手も入れ替えてトライを続けている。他国はユーロ予選を戦っている中、親善試合が続くドイツとしては、2大会連続で W 杯グループステージ敗退という屈辱をそろそろ止めなければいけない状況。改革に乗り出している。しかし、結果が全く伴っておらず、選手もこれまでの主軸が多くいながら、パフォーマンスは落ちている。 一つは GK マヌエルのイヤーがいないということもあるだろう。ただ、W 杯ではノイヤーがいても敗れてしまった。これまで絶対的なストライカーがいたが、その選手たちがいなくなったということもあるかもしれない。ミロスラフ・クローゼ、マリオ・ゴメスと軸になるストライカーが今はいない。前線でボールが収まらないというのも要因の一つとも言えるだろう。理由は一つではないだろうが、 多くのことが重なり、確実にうまくいっていない。キャプテンでもある MF イルカイ・ギュンドアンは日本戦後に、現時点で僕たちが十分ではないことは明らかだ。おそらく僕たちは、自分たちが実際よりも優れていると考えているのかもしれない、と自分たちが過信しすぎている可能性を指摘。副キャプテンの MF ジョシュア・キミキヒは、僕たちには、彼らを苦しめる手段がほとんどなかった。 後半は何もできなかった僕たちはピッチ上で全くクオリティを発揮できていない。多くの不安が見て取れる、と語り、乾杯を認めた。ビッグセーブを見せた手足提言も、なぜ僕たちがチームとしてピッチ上でできないのか、今のチームとしての実力はどうなのか。僕には疑問だ、と、パフォーマンスが上がらないことで自分たちの実力にも疑念を抱いている。 世界でも屈指の強豪国として名を馳せてきたドイツ。日本に勝ちに行ったのにもかかわらず、完璧にやり返されたことはショックも大きいはず。逆に日本は、この勝利を自信にし、世界の列強と渡り歩けるという気持ちで、さらなるレベルアップを目指してもらいたい。